雲野氏は、品の国小さがた軍雲野草を本願地とした武家の、氏族。海の塾に立つ、雲野氏発祥の里の日重野の氏の公営とされる、重野の重の,の着地、重道、あるいは、重道の着地、広道から始まるとされる。雲野氏は、石棺家の荘園であった雲野草にちなんでおり、聖和天皇の第四王子帝保神皇が重したと伝えられる場所である。 ただ、聖は天皇の行為を外する運の氏の系図は、裏付けとなる資料に乏しく、重の氏とは何らかの繋がりがある一族とも、全く無関係である在地の開発領主をその外する、向きもある。平安時代から同族根津氏、餅月氏と並んで、重の三夜と呼ばれ、三夜の中でも、重の四着流を名乗り、東信濃の有力豪族として栄えた。資料の所見は、 方言物語で、源義朝貴下の武士に、宇野太郎の名が見える。平家物語には、源義仲の侍大将として、広道のこの運の御幸親、運の幸き親子の名が出てくるが、共に戦死を遂げている。源義仲の嫡男、源義高の身代わりとなった中勤を、源義仲の身代わりとなった勤を、源頼朝に称賛され、側近に取り立てられた、幸い親の三男。 雲野美雪氏が家督を継いで、雲野氏は滅亡を免れる。幸い氏は、武田信光、小笠原町、清志、餅月重隆と並んで、九馬四天皇と称されたと伝えられるほどの弓の名手で、東鏡に上野国の所領をめぐって、海野国守護の武田氏に勝訴した記述が残されており、この時期に、品野東部から、 上野西部に勢力を拡大したことがわかる。同じく、東鏡には、和田合戦で、運の佐故になる者が、幕府方として打ち死にしたとされる。その後はしばらく記録に登場しなくなるが、鎌倉幕府が滅んだ後の剣務2年に起こった、中仙台の乱では、運の雪康が、諏訪市や根津市らと共に、北条時行軍に参じ、鎌倉に攻め上る。 その後の南北朝時代は、他の北条残党と同じように南朝に属し、品野守護家小笠原氏や村上氏らと対立した。軍書類獣によると、運の幸康は将平七年に、宗長親王に従って、笛吹峠の戦いに参陣し戦死を遂げる。王英七年の大東合戦では、東合戦の寄せて大将であった同族の根津縁公3 0三百と、共に、 重ゲの三家着流として、運の幸吉が三百期を率いて参陣しており、重ゲの一族の中でも着流家としての影響力を保持していたことを伺わせる。また、影響十年の有機合戦では、運の三幸数が、他の重ゲの所属とともに、小笠原正康に従って参陣している。応仁断年、村上氏との戦いで運の持ちたちが戦死して所領で、ある。 小さがタグニエンデンソーが村上氏に奪われ、王人二年にも村上氏と雲野大乱と呼ばれる戦いを繰り広げ、雲野氏の勢力は徐々に衰退していった。戦国期では、永翔十年に越後で、長尾氏が高梨氏の支援を得て、守護の上杉氏と対立し、雲野氏は、井上氏や品野島津氏、栗田氏らと守護方を応援するため越後に侵入しようとするなど、 関東関連山内上杉氏の悲観として、地位を、保とする。天文十年五月、海の国の武田信虎、信濃の村上の力を、諏訪よ重しの連合軍に攻められ、当主、雲の宗綱の着難である、雲の幸吉は、村上軍との上川の戦いで討ち死にし、宗綱は、上州の上杉の政のもとに逃れる。雲の宗家はこれにより断絶したとされるが、 白鳥神社系、雲野系図では、宗綱の子に、雪吉以外に、貞幸、貞幸の子である、幸い忠を記載し、雪吉の子にも、雪光、小太郎、新宮平を記載している。なお、近世に編纂された真田岳系図によれば、宗綱の、女性には、雪高がおり、雲野氏を継承したとしている。着流は、一旦途絶えるが、死なを両国化した。 武田晴信は一族を、信の所属の名跡を継がせることで懐獣させる、方策を取る。紅葉軍艦によれば、A64 年に信玄は、品の先方州の西名市、雲野市、高坂市を成敗し、信玄の次男で創石であった信近が、雲野民部、進むの養子となり、名跡を継いだという。A610 年8月には、 武隆神団が行島足島神社に寄生文を提出しており、運の詩では、幸い忠氏が単独で寄生文を提出し、幸い忠氏、信盛は連名で提出している。他、運の悲観として、桑原氏、東原氏、運の衆として、真田綱吉、上尾房さとも、運の雪光ら12名の連名の寄生文も存在している。天正十年三月、 武田氏が、織田、徳川連合軍の進攻により滅亡すると、信近は、織田信忠により処刑された。この武田系運能氏の光栄は、江戸時代、後家武田氏へと連なることになる。戦国時代、小さ型軍に勢力を腐食した佐田氏は、運の支流を称している。なお、運の行吉には、長男の運の行吉がいたとされ、後の運の様城とする説もある。 その場合、雲の死直系の血筋が残されたことになるが、確かな証拠は見つかっていない。雲の様城は、真田幸綱のいとことされ、真田家臣として、風脇など、真田家の記録に登場する。他に、上野国東ず群の雲の一族である、羽生幸光、照之兄弟が、雲の宗綱の死後に、雲の死を継承したと称して、雲の姓を名乗っている。 系府以降が残っていないが、太平寺城跡とされる。ありがとうございます。